お疲れでです。命って何なんでしょうね。あのこの地球っていうものも一つの命だとも言えますし例えば海ってあるじゃないですか海ってこう波がガーッとねこう地面を削って崖とかを削って地形を変えていくと思うんですよ海岸沿いとかを。で、えー、こう岩が砕けて砂になりっていうような変化を繰り返しますよね。 まあこれがね生命のうつまり私たちはあのすごくね短期的に生まれて動いて死ぬみたいな昆虫ですとか爬虫類とか哺乳類っていうものを見てますけども実は岩とか風とか熱とかそういった自然現象もすごく寿命の長い生命なんじゃないかなと思うんですよ。そそれこそ 寿命が数億年あるみたいな生命がゆっくり動いて何かを食べてるような食べてないような呼吸をしてるようなしてないような感じで変化していって形を変えて最後滅んでいって元々の原子からこう作られたものがまた原子に帰ってくるそれを呼吸のように繰り返しているのかなと。で、基本的に生まれ変わらないのかなとかね。 うんまあ、哲学とか思想とかの部類に入ってきますけどもあのなんかねいわゆる私たちが生物と非生物と分けてますけども両方ともなんか生命体なのかなといろんな反応で形を変えて結局は滅んでいくみたいなね何、うん、な,んなんでしょうねいってらっしゃい。